カルロス・ゴンサーレ・レスペーニャは、スペイン・サラマンカ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。FC バルセロナのカンテラ出身であるが、トップチームでは1試合も出場していない。2006年、セグンダ・ディビジオンのアルバセテ・バロンピエに移籍。2006から07シーズンは25試合に出場し、2007から08シーズンは41試合に出場して2得点するなど、 3シーズンでリーグ戦100試合以上に出場した。2009年6月、セグンダディビシオンに降格したレクレアティーボ・エルバと4年契約を結んだ。移籍先でもレギュラーポジションを獲得したが、2010年夏に同じくセグンダディビシオンに降格したばかりのレアルバヤドリードに移籍した。2010から11シーズンは中盤戦で負けが込むなど不安定な戦いに終始し、 リーグ戦で7位となって昇格プレイオフに出場したが、プレイオフ準決勝で、エルチェ CF に2試合合計2から3で敗れた。2011から12シーズンはデポルティー・ボラ・コルーニャ、セルタデビーゴに次ぐ3位となり、昇格プレイオフで、コルドバ CF と AD、アルコルコムを破ってプリメーラ・ディビシオン昇格を決めた。2015年6月25日、 デアルオビエドと2年契約を交わした。2016年12月23日、2018年6月までの契約でヘタフェ CF に移籍した。2018年7月29日、インディアンスーパーリーグの FC コアに加入した。2020年4月、現役引退を発表した。2002年には U-19 スペイン代表として、 ノルウェーで開催された UEFAU-19 欧州選手権に出場し決勝でドイツを下して優勝した。2003年には U-20 スペイン代表としてアラブ首長国連邦で行われた FIFAU-20 ワールドカップに出場し決勝でブラジルに敗れたものの準優勝した。2004年には U-21 スペイン代表デビューしたが スペインは同年に行われた UEFAU-21 欧州選手権の予選プレイオフでスウェーデンに敗れ本戦には出場できなかった。ありがとうございます。